とにかくはね、いい雰囲気でやってほしいし、熱いものを出してほしいですね。元気出しておこう。おー、よしよしよし。やれやれやれや。ふざけてる。早く入って、俺の城入って。雨降ってるけど。今日の練習どうだった？入ってって早く。今日の練習どうだった？いや俺も当たり前じゃん。なんで俺も早く入って。天気が最高だよね。恵みの雨、恵みの雨、初日から最高。初日からいい雨で、初日からバチバチのポゼッション、最後びっくりした。え、なんかカメ、これさ、画面めっちゃちっちゃくない？顔でかいかね。俺の顔がでかいだ、錯覚しもんね。俺の方が5メートルぐらい前におるのに。でもマジで見て、ちょっと止まって。顔のでかさやばい。ガチガチこれやばいよ、ね、マジでマジで見て。やばいやばい、加工使ってません。はい、同部屋は誰ですか？そしてどうですか？山田選手。俺はタチ君です。安牌。面白くない。知り合い。知り合い、ただの知り合い。全知り合いや。僕は山本プロです。山本プロです。ゴルフの動画、ゴルフ、ゴルフの、ゴルフの動画ずっと流れてるっす。どうですか、どうですか、どうですか。え、なんかやっぱ去年一人部屋やったんか知らんけど、出産なんか一人部屋じゃないかって、鬱陶しがられてるってこと。ナチュラルに傷つけられてる。タチ君は、タチ君、タチ君どう？タチ君はめちゃくちゃ貴重面。俺が気使う。マジ？やだね。やだね。やだわそれ。本当に先輩だ。それやだ。歯ブラシの歯一本一本こう。綺麗にするタイプ。あれっしょ。キャンセル。僕はあの小野瀬選手です。あ、いいじゃん。それ一番。最高。もうね、俺がいい後輩やってますよ。おお。自ら言う。うん。コウスケ君はマジで喋りやすいし優しいし、うん、結構打ち解けやすい。めっちゃ地元どこっすか、あの人。東京、東京。マイペースだよね、多分。マイペースなのかな。マイペースってなんか自分、いや、そんなことないっすよ。そんなことない。もう全然なんか合わせてくれるし。でも確かに練習前急に俺らの部屋入ってきて、俺らの部屋と隅から隅まで物色してた。何してんの。キャンプ中にじっくり話してみたい人はいる？俺はもうコウスケ君とね、いっぱい話しますよ。いや俺が、話したいこといっぱいあるし。タチはいろいろ俺が深掘るわ。じゃあタチ君出てこないっすよ。でもほっぺ何にも分からんけど。俺はシュートさん。あ、でもシュートさん別に他でもいいのか。ま、前から知ってるし、あれなんか、まあちょっといじれるようになれたらいいな、もうちょい。みんな仲いいから。なんでシングルベッドなん2つなんですけど、一緒に寝れるぐらいまで行きたいね。シングルベッド、シングルベッドで一人さんと肩組んでできたら写真撮っといて。メッセージ、素晴らしい充実したキャンプを送って、開幕に向けて全員で頑張ります。そうだね。いかどう分、うさぎ年の年男2人、あと池田。あ、そうなの。はい、同い年なの。早生まれ。俺早生まれなんで。あ、そうなんだ。あの妙院寺の住職さんが言ってましたけど、はい、あのうさぎ年は、はい、なんて言ってました。足元を固める。違う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 、まあそう。そうなんか。まあだからじっくりね、
上を見すぎるんじゃなくて、しっかり自分たちの足元を見て、じっくり行くことでいつか大きく羽ばたくジャンプする時が来ると言ってたね、言ってましたので、はい、まあ、うさぎ年の我々はね、大きく羽ばたいていきましょうか。行きましょうか。